刑事役などでこわもてのイメージが強い俳優の内藤隆さん。実は意外な素顔があることがわかりました。今回はそんな内藤隆さんの経歴についてご紹介します。本名内藤隆史。青年月日1955年5月27日。大阪府大阪市中央区生まれの寝屋川市育ち。 NHK のドラマ制作の技術者、スイッチャーをしていた父と、人形制作をしていた母のもとに生まれた内藤隆さんは、大阪府立の小学校、中学校を卒業し、その後、大阪聖光学院高等学校を卒業しました。幼少期からピアノやバイオリンを習い、小4の時に親の勧めで NHK の児童劇団に入団したという内藤さん。 地元のテレビ局や映画に子役として出演経験があるそうで、その他にも、習字、そろばん、能の習い事をしていたという情報もあります。ずいぶん忙しい小学生時代を過ごしたんですね。中学時代は陸上部と剣道部を掛け持ちし、走り高飛では大阪大会で8位入賞の経験があるそうです。 中学から高校時代にかけてサックスを習い、ギターとトランペットに関しては独学でマスターしています。スポーツにも音楽にも真剣に取り組んでいたのですね。高1の夏休みにはテナーサックスを購入するため、40日間泊まり込みで建設現場でアルバイトをしたといいます。同じ高校の仲間と4人でジャズバンドを結成するなど、 音楽にのめり込んでいたようです。高校卒業後、サックス奏者になるため、親の反対を押し切り、テナーサックス、楽譜、反号だけを持って上京。飯田ジャズスクールへ入学しましたが、幼少期から本気で音大を目指してきた人たちと自身のテクニックの差を実感し、その道を断念。 日本大学芸術学部映画学科へ進学しました。その頃から自主映画の制作を開始しましたが、大学は1年の途中で中退。大学中退後は26歳頃まで自主映画の制作を継続し、撮影スタッフ兼俳優として活動。生活費はアルバイトで稼いでいたといいます。 文学座研究所を得て一般の映画としては1980年にヒポクラテスたちでデビューをし、その後映画やドラマでの活躍はご存知の通りです。今となっては主役を演じることも多く、1995年1月から2001年9月の6年半で連続ドラマに27クール連続で出演し、 日本新記録を受立。レンドラの鉄人と呼ばれるほどの活躍を見せる内藤さんですが、部屋に電話を引いたのは25歳で、風呂付きの部屋に住めるようになったのは27歳の時だったという苦労人なのです。私生活では上京後通っていた予備校で出会った長井みどりさんという方と7年間の同棲を得て、 1982年にご結婚されています。予備校で見かけ、どっちか行ったれ、と密かに狙っていた綺麗な女性二人組のうちの一人が現在の奥様。予備校以外の場所でも偶然会うことが重なったことで、内藤さんがお茶に誘い、ジャズ喫茶に行ったのがきっかけとなり、交際がスタートしたということです。 高校時代、学校の近所のジャズキッに入り浸り、マスターと語り合うほどだったという音楽好きな内藤さん。奥様も負けず劣らずの音楽好きだそうで、意気投合した二人が初デートにジャズキッを選んだというのは素敵ですね。同棲中にお互い別の人と付き合っていたことがあるというお二人ですが、現在は人生の同志のような存在だと、 ご本人が語るように、お互いなくてはならない存在となり、結婚に至ったのでしょう。奥様は現在、帽子デザイナーとして活躍されており、夫婦別姓で通しているということです。そして、1983年に生まれた長女は、誰が見ても親子とわかるほどお顔が似ているそうですよ。彼女は美術大学を卒業し、 現在はスタジオジブリに勤務しているということです。そんな内藤さん一家は家事をなるべく公平に分担するように心がけているということで、料理が苦手な内藤さんは洗い物や掃除、洗濯、力仕事などを担当しているのだそう。家族は名前で呼び合い、奥様も娘さんも内藤さんのことを高史と呼ぶのだそうです。 内藤さんは家族をチームだと考えているというお話をされていたことがあります。いつかは死を迎え解散する時が来る。だからこそ一緒にいる間は楽しくやろう。世界全部が敵だったとしても、チームの仲間はどんなことがあってもお互い味方でいよう。というのが内藤さん一家の家族のあり方なのだそうです。 ところで、ドラマでは主役を演じることも多く、年収3000万円とも言われるベテラン俳優であるにもかかわらず、彼には、付き人もマネージャーもいないという噂がありますが、どういうことなのでしょうか。調べたところによると、マネージャーはいらっしゃるようですが、特別な用事がない限りは、現場にやってくることはないそうです。内藤さん曰く、 誰かがついていると周りが僕に直接話しかけづらいけど、誰もいなければ AD さんでも直接話してくる。それが大事なんです。とのこと。映画やドラマは監督を中心に動くもので、スタッフ部門と俳優部門は並列であり、たとえ主役であっても、その俳優部門の一員に過ぎないと考えているのだそう。 撮影中に雨が降ってきてスタッフが傘を差してくれるのは俳優が偉いからではなく撮影に支障をきたさないようにするためなのだとも語っていました。そんな内藤さんは20代前半から自主映画を制作しており映画やドラマはみんなで作るものという意識が強いようで共演者やスタッフがやりやすい現場を作るため 主役の内藤さん自らが、和やかな雰囲気を作ろうと、あえて現場にマネージャー不在でやってきているということなのですね。これはもちろん、自主映画制作の経験者であり、数多くの脇役経験で培われてきた彼だからこそ、わかることなのだとは思いますが、主役を多数演じるようになった今でも、そのことを忘れず継続し、 自ら率先して現場の雰囲気づくりに努めるというのは誰にでもできることではないでしょう。ご家族が名前を呼び捨てにしていることや家事の分担、夫婦別姓などからもわかるように内藤さんは相手と対等な関係でいたいという気持ちが強いのかもしれないですね。役柄とは異なりバラエティ番組などでは 関西弁でニコニコしながらお話しされることも多い内藤さん。これからも多くの作品で活躍されることを期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。